儲からない会社3つの特徴系のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。儲からない会社には様々な特徴がありますが、今回はその中からありがちな特徴を3つ分かりやすく解説します。その1、社長が経営戦略を立案しない、できない。これは目先の仕事をこなすことで手一杯の会社によくありがちなことです。経営戦略を社長が考えないので、未来に会社がどうなっていくかということを全く社員も描けていません。2つ目、どんぶり勘定。多くの仕事をこなすと儲かっているような錯覚に陥りますが、これと利益は全くの別問題です。3つ目、 PDCA サイクルが回らない。計画を立てて実行しているだけで評価と改善がありません。つまりチェックとアクトがないということなんです。ですから PDPD、 つまりプランとドゥの繰り返しです。これでは成長しません。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。下の概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL が書いてあります。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。